皆さんこんにちは、ガジェットジェットのゆっけいです。さあ皆さん、お待ちかねの東芝レグザ2022年モデルがやっと発表されたんですよね。まあ、前回の動画では有機 EL モデル X9900L の特徴機能や詳細機能に絞った紹介をしていきましたが、今回はミニ LED 搭載の液晶モデル Z875L、Z870L の特徴機能や詳細機能の紹介をしていこうと思います。またそれだけではなくてですね、本モデルから採用されているミニ LED にどんなメリットがあるのか、どこが変わるのかといった点も解説していこうと思いますので、テレビ選びに迷われている方や本モデルに少しでも興味のある方はぜひ最後までご覧ください。今回発表のあった東芝レグザ全モデルをまとめたものがこちらになります。有機 EL モデルの X9900L に関しては55インチ、65インチ、液晶最上位モデルの Z875L に関しては65インチ、75インチ、 Z870L に関しては55インチのみというサービス展開になっているんですね。有機 EL モデルについては前回の動画で詳しく紹介していますので、気になる方はそちらもチェックしてみてくださいね。さて今回は液晶モデルの紹介を主にこのような流れで進めていきます。1ミニ LED のメリットとは。2 Z875L と Z870L の違いとは。3 Z875L と Z870L の特徴機能。4 Z875L と Z870L の発売時期と予想価格。5まとめ。それでは始めていきましょう。まず今回発表のあった2022年の液晶モデル Z875L と Z870L なんですが、両モデルともにバックライトにミニ LED を採用しているんですよね。過去にもミニ LED を採用しているテレビの紹介動画を上げているんですけど、再度おさらいということで、バックライトをミニ LED に変えることでどんなメリットがあるのかを説明していきたいと思います。バックライトをミニ LED にするメリットはご覧のようなものがあります。メリットの一つ目はコントラスト性能が高くなる点です。有機 EL と液晶の画質面を比較する際に、液晶に足りないものといえば黒の表現力でしたよね。ただバックライトにミニ LED を搭載することにより、細かなエリアごとの制御が可能となり、必要のない部分、つまり黒い部分の LED を消灯することで純粋な黒を表現できるんです。まあ、つまりは有機 EL には及ばない部分である液晶テレビの欠点を克服したというわけです。メリットの2つ目は最大輝度が上昇する点です。テレビ全体のバックライトを最大の明るさにしてしまうと、発熱や電流との物理的な制約があり、パネル自体を損傷させてしまうため、通常はライトの輝度を抑えめに制限しています。ですがミニ LED で細かなエリアごと制御することで、そのような制約を受けることなく最大限の輝度を発揮することができるというわけです。画面が明るければ明るいほどリアルな視聴体験が可能なので、これについてもかなりのメリットだと言えます。メリットの3つ目は消費電力の削減につながる点です。これはコントラスト性能が高くなる点と同様、必要のないエリアを消灯することで余計な電力を使うことがなくなり、消費電力を削減することができるというわけです。電気料金も削減することにつながるので、家庭にも優しいメリットですよね。メリットの4つ目は画面焼き付きの心配がない点です。これは有機 EL テレビと比較した際のメリットですが、従来の液晶テレビと同じく LED ライトを使用しているので、有機 EL テレビと比べて画面の焼き付きの心配がありません。メリットの5つ目は液晶パネルの薄型化ができる点です。従来の液晶テレビに使用されている LED の大きさは 1.5 から 2mm ですが、ミニ LED は190から200マイクロメートルという通常の LED の10分の1程度のサイズであるため、液晶パネル自体を薄型にすることが可能というわけです。さてミニ LED のメリットが分かったところで、続いては今回発表のあった液晶テレビ Z875L と Z870L、 この2モデルにどんな違いがあるのか見ていきましょう。今回発表のあった2モデル、最も大きな違いは搭載されているレグザエンジンなんですよね。Z875L には TVS レグザ株式会社が開発に3年をかけた次世代ハードウェアエンジン ZRα が搭載されており、 Z870L には従来モデル Z67K などにも搭載されていた ZR1 の後継機に位置するレグザエンジン ZR2 が搭載されています。そのため高画質化技術にはそれなりの違いがあるようです。
逆にその他の音響面や録画機能、ゲーミング機能に関してはさほど違いはないみたいですけどね。さて、それではその高画質化技術について比較していきましょう。これまでのレグザシリーズでも定例的に搭載されていた地デジ映像を高画質化してくれる地デジ AI ビューティーなんかの機能については、末尾がそれぞれに搭載されているレグザエンジンの名称になっているだけなんで、まああまり大差はないのかなと思うんですけど、 ZR-α にしか搭載されていない高画質化機能が結構あるんですよね。その中でも AI ナチュラルフォーカステクノロジー搭載の有無とイメージカラーコントロールの色軸数が個人的にはかなり大きな違いだと思います。 AI ナチュラルフォーカステクノロジーは別名立体感復元超解像技術とも呼ばれていて、その名の通り映像の立体感を強調することで、あたかも人間が肉眼で見ているようなリアルな世界を実現してくれる超解像技術なんです。具体的には映像エンジンが被写体と認識したものに関しては超解像処理を、山などの遠い背景と認識したものに関してはエンハンスを弱めることで近くの被写体はくっきり、背景はぼやっとさせることができるので、より自然な奥行きと立体感を生み出せるわけですね。これについては ZR-α の1000倍特許なので ZR-2 搭載の Z870L に採用されていません。今回レグザが最も推していた機能になりますので、これが搭載されているかいないかはかなり大きな違いになってくるんじゃないですかね。まああとはイメージカラーコントロールの色軸数ですが、これも結構驚きましたね。 Z875L に関しては64色軸リッチカラーイメージコントロールを採用しています。公式域映像を表現するには緻密な色彩コントロールが必要ですが、64色軸リッチカラーイメージコントロールでは7168項目のカラーデータベースを参照し、64もの色軸による高精度な色空間変換を行ってくれるんですよね。対して Z870L では36色軸カラーイメージコントロールを採用しているんです。まあそれでも十分綺麗だとは思うんですけど、昨年のモデルの Z740XS でも64色軸リッチカラーイメージコントロールですし、まあこうやって数字で比較できちゃうとなんか結構大きな差に見えますよね。さて続いては Z875L と Z870L それぞれに共通している機能の中から僕が特に気合が入ってるなと思った特徴機能を絞って紹介していこうと思います。その特徴機能の一覧がこちらになります。 1. ミニ LED 公式域量子ドット液晶パネル、 2. 美肌 AI フェイストーン、 3. 重低音立体音響システム ZP、 4.有機 EL 瞬速ゲームモード、 5. タイムシフトマシン。特徴機能の一つ目がミニ LED 公式域量子ドット液晶パネルです。本機ではレグザ独自の新たな液晶パネルを採用しているんですよね。まあミニ LED が搭載されていることは前段にもお話ししましたし、ミニ LED が搭載されていることによりコントラスト性能や輝度が向上する等のメリットだらけということはまあお分かりいただいたと思うんですが、それだけじゃないんですよね。この液晶パネル、色域の広さに定評のある量子ドット技術も採用しているんです。従来の液晶テレビではバックライトに白色発光する LED を用いています。その白色の光が出力される色を決める役割を担っている液晶板を通り、調整された光が赤、緑、青の粒が散りばめられたカラーフィルターを通ることで光に色がつき、それが画面に表示されるという仕組みですが、量子ドットは全くの別物です。量子ドットは粒子の直径を変えることで青色の波長を他の色の波長へ精密にコントロールできるという特性を持っています。ですので本機に搭載されているミニ LED も青色 LED ということですね。例えば波長が約450ナノメートルである青色の光は直径 1.5 ナノメートルの量子ドットで波長530ナノメートルの緑色の光に、直径 3.0 ナノメートルの量子ドットで波長630ナノメートルの赤色の光に変換することが可能です。従来のフィルター方式ではバックライトが放つ白色の光のうち大半がフィルターで吸収されて無駄になってしまいますが、量子ドットの場合光の粒と再結合して新たな光を作り出してくれるため、これまでの方式と比較すると光のロスがかなり減ること、純度の高い色を放出してくれることがわかると思います。このような量子ドット技術も採用していることから従来以上に光の三原色を鮮やかにしてくれるというわけですね。特徴機能の2つ目は美肌 AI フェイストーンです。本機ではテレビに最も映ってくるであろう女優さんや俳優さんなんかの肌の色を美しく見えるように工夫されているんですよね。レグザエンジンに搭載されている AI が
人間の肌を自動で認識してくれた上で肌の色が自然にカラーシフトしているか判定してくれます。この際もし照明などの影響により不自然な肌色になっているのであればリアルタイムで自然な肌色に描き直してくれるみたいなんですよね。超解像処理と同時に肌の色合いも調整してくれるのはさすがです。同じドラマでも役者の顔一つで没入具合も変わってくるので個人的にはかなり嬉しい機能の一つなんじゃないかなと思いましたね。特徴機能の3つ目は重低音立体音響システム ZP です。こちらは音響面に関する特徴機能ですね。本機にはスピーカーが全部で7個搭載されており実用最大出力は 70W となっています。レグザおなじみの重低音バズーカを含んだ新開発のスピーカーをテレビの下部上部にまんべんなく配置しているため上下左右から音に包み込まれるようなサラウンド感を高めることに注力しているっぽいですね。まあ、確かに昨年度の最上位モデル Z740XS には非対応だった立体音響規格のドルビーアトムスにも対応していますしその点では迫力のある映画やライブ映像なんかを視聴するには最適ですよね。特徴機能の4つ目は有機EL 瞬速ゲームモードです。これは最新の有機EL モデル X9900L の特徴機能でも紹介したのでかぶっちゃうんですけどゲーム機能に関しては有機EL 液晶問わずレグザ強いですよね。 4K120fps、VRR、ALLM、EARC などの HDMI 2.1 にフル対応していることはもちろん AMD フリーシンクプレミアムにも対応しています。さらにゲームに必要な高画質化処理を行いつつ画像処理の遅延時間を驚きの約 0.83 秒に短縮してくれるというまさに対戦格闘ゲームなどボタンを押すタイミングが重要なゲームのプレイに最適と言えます。特徴機能の5つ目はタイムシフトマシンです。やっぱりレグザで外せないのがこのタイムシフトマシンですよね。このタイムシフトマシンでは外付けの HDD をテレビに接続するだけで地上デジタル放送を最大6チャンネルまであらかじめ設定した時間帯だけ丸ごと録画してくれるんです。 SNS やネットニュース友人との会話などで放送後にこの番組見たかったなんて思うことありませんか。そんな時でも過去の番組を勝手に録画してくれるので時間軸に関係なく過去の番組が見れるってわけですね。これ使った人にしかわからないんですけどかなり快適なんですよ。タイムシフトマシンについてはこちらの動画で詳しく解説しているので興味のある人はこちらも参考にしてみてください。以上5つが本機の特徴機能となります。それでは続いて Z875L と Z870L 各サイズの発売時期と予想価格を見ていきましょう。まずは発売時期ですが、すべてのサイズで6月下旬の発売予定となっています。続いては発売予想価格ですが、Z875L の75インチが約50万円、65インチが約38万円、Z850L の55インチが約28万円となっています。有機EL と張り合うレベルの価格帯で、さすがミニ LED を搭載しただけのことはありますね。まあまあ、レグザでミニ LED 初搭載した機種になるので、このくらいの値段はするだろうと覚悟はしていましたが、その分、性能面でも有機EL と十分張り合える内容だとは思います。今回は東芝レグザが2022年新製品を発表したということで、主にミニ LED 搭載の液晶テレビ、X875L、X870L の特徴機能の紹介や本モデルに搭載されているミニ LED のメリットなんかも説明していきました。前編にあたるこちらの動画で同じく発表のあった有機EL モデルの X9900L について詳しく紹介をしています。こちらでは今回の動画では触れていない有機EL 液晶に共通した個人的にいいじゃんと思った詳細ポイントなんかも紹介していますのでこちらぜひ見ていただけたらと思います。いやレグザでミニ LED 初搭載したモデルになりますのでまあ、これは何としてでもレビューしたいところですね。今回の動画分かりやすかったよ Z875L のレビュー動画ぜひ見てみたいと思った方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお会いしましょう。ガジェットジェットのユッケでした。